バッティングセンター歌舞伎町です。歌舞伎町で歩いてますね。新宿区です。そしてここがおしゃれなカラオケ屋があります。モディス。今からちょっと特等会の総本部に、歌舞伎町にお邪魔しますね。通りかけるだけなんで力まっすぐ行きます。すると、ポストですね。ポストクラブの建物が近くには中華そば屋とか中華屋がありますね。ちょっと暗いですけど、歌舞伎町、ここですね。この建物みたいですね。ここが極東区の総本ということで、松山ビルという、すごいね。ここじゃないのか。あんまり映すと、ここです。ここかな。ここをまっすぐ行きます。ちょっとなんか組員の人がいるようなアルファードが止まってたので、ちょっと一瞬でしたが、歌舞伎町2丁目15です。そして回ってきます。何気ない変哲のない歌舞伎町の外れのホスト街という感じですね。おしゃれなパスタを食べ、イザパスタ、イタリアもあります。イタリアのようですね。こんな感じですね。ホスト街の中にあるって感じですね。行けんのかな。普通にしたら怒られるのかな。この建物なんですよね。この建物が極東が総本部。そしてちょっとあんまり長居できないんで、くるくる回ってみたいと思います。こっち曲がっていくと、さっきの紹介したイタリアンの店があったりと、いろいろ路地裏にお店がありますね。ここなんか廃墟ですね。ビルが廃墟です。で、バーなどがあります。 K-POP バーですね。で、こっちには出てくると、区役所通りにバーなのが、やはり歌舞伎町なんでね、いろんな面白そうなバーがあります。バーがあります。で、そこにセブンイレブンがあって、向こうに区役所通り出まして、ここはまっすぐ行くと区役所通りですね。で、新宿のバッティングセンターがあります。まっすぐ行くとバリアンがあって、そこに目の前にバリアンがあります。バリアンで、ここに歩いていきます。さっき来たとこ戻ります。で、あそこにバッティングセンターがあります。そこがバッティングセンターです。バッティングセンターです。